世界中のファンが楽しみに待っていた佐々木朗希、そして山本由伸の初めてのマッチアップ。前回登板から中7日での佐々木朗希の立ち上がりのマウンドです。立ち上がりから八幡さん、いいボール来てましたね。いいボールで来てましたね。茶野、ゴンザレス、それから森友哉、ストレートフォーク、このコンビネーションで3者連続三振の立ち上がりになりました。もうこの時からボルテージスタンドマックスでしたね。そうですね。一方でこちらも中7日のマウンドは山本由伸です。こちらも初回1番2番打ち取って、中村翔吾にその後はツーベース許しますが、その後ゼロでしのいで帰ってきます。こちら立ち上がりいかがでした？まあまあ、すごくコントロール良くてね、まあ、ただ変化球が高かったんですよね。あそこ打たれたんですね。無失点ですね。ゲームは2回です。先頭バッター杉本をフォークで三振に取った後です。胸がかなりいい感じで合わせていて、この打球も抜けるかどうかというところだったんですが、キャプテン中村翔吾、いいプレーでしたね。まあなんとか止めて、なんとかアウトにした、もう気持ちのプレーですよね。拾い上げてからも冷静でした。そしてその後中川も三振に取って、2回までで早くも5奪三振、奪三振ショーを予感させるような、そんな立ち上がりです。ゲームは3回、もう本当になかなかバットに当てるのも難しいようなところでしたよね。若月、太田とここはアウト2つを三振で打ち取って、3回までパーフェクトピッチング。一方で山本由伸もこの3回からちょっとギアが変わってきました。3回3者連続三振、こちらに関しても徐々に上がってきましたね。上がってきましたね。少し制球甘いようなところから厳しいところにどんどん来るようになりました。9番、1番、2番と見事な三者凡退のピッチングです。期待通りの素晴らしいピッチング、3回までお互いに無失点。ゲームは4回です。佐々木朗希の三振ショーが続きます。2巡目に入ったところでも茶野、ゴンザレス、森友哉、改めてこの辺りボールのキレいかがでした？もう本当に落ちなかったですからね。もう いくつ三振取るんだろうって感じですよね。これで8個目、9個目、10個目と4回終わった時点で早くも2桁10です。ゲームが動いたのはこの4回の裏、中村翔吾三振の後の山口、ここうまく合わせましたね。うまく打ちましたよね。ポランコ倒れた後の安田積極的、結果的にはいいヒットになりました。これでランナーが三塁一塁、そして迎えるのは今日スタメン起用の茶谷。ここは吉井監督の起用がズバリ、このヒットいかがでした？いや、本当に気持ちで打ったヒットじゃないですかね。スタメン起用に応える、欲しかった先制点がマリーンズ、4回に山本由伸から1点をもぎ取りました。ゲームは中盤5回に入ってきます。唯一こういい当たりかなという外野に飛んだのがこの杉本、スライダーでしたね。そうですね。この辺りからちょっとスライダーの曲がりが小さくなってきますよね。フォーク、ストレート以外に、ね、使っているというこのスライダー、次回以降ちょっとここ注意ですかね。はい。ただ5回もしっかりと抑えてパーフェクトが続きます。ゲームは6回、初めてのランナーが西野、この辺りからちょっと抜けるボールが出てきましたね。そして若月がチーム初めてのヒット、パーフェクトピッチングを続けていた佐々木朗希から初めてのランナー、さらに初めてのヒット、バファローズが今日初めてここでチャンスを作ります。バントで送った後、ただその後踏ん張りましたね。ですね。この三振が何よりじゃないですかね。さらにはゴンザレスもライトへのフライに打ち取って、この回もゼロで抑えて佐々木朗希が戻ってきます。山本由伸も6回のマウンドに上がります。そしてバットが本当にお互いに今日良かったですよね。このいいプレーですよね。1点を失った後は山本由伸も後続をしっかりと打ち取って、期待通りの好投手投げ合いが続いていきます。本当にピリピリした緊張感の漂う ZOZO マリースタジアム。そして7回です。先頭フォアボールでランナー背負った後、ただこのダブルプレー大きかったですね。大きかったですよね。4番の杉本を打ち取って、球数100球を超えたこの回、今日は105球で投げ終えました。改めて今日の佐々木朗希いかがでした？もう本当に最初からすごく飛ばして、最後ちょっとバテてきましたけど、その中でもゲーム作ったので、もう素晴らしいピッチングだったですよね。やっぱりね、山本由伸が6回まで、佐々木朗希が7回まで、ここからはブルペン勝負です。侍山崎総一郎がマウンドに上がりますが、ここで追加点を挙げたのが藤岡雄大。ここいいバッターボックスでしたね。そうですね。粘って粘って、他の打席、三振してたんですけど、はい、なんとなく感じは良かったので、
ちょっと面白いかなと思ってたんですけどね、しっかり打ちましたね。ゲームの流れ、大きな2点目がマリーンズに入りました。そして吉井監督、ゲームの流れ、今日はこの形が一番いいというお話をされていましたが、 8回に増田直也、この起用が当たりましたよね。当たりましたよね。しっかりと三者凡退での抑え。そして9回のマウンドには沢村が上がりました。最後はゴンザレスを打ち取って、沢村今シーズンの初めてのセーブがついています。マリーンズが佐々木朗希、増田、そして沢村の完封リレー。今日は29,088人、満員御礼の ZOZO マリンスタジアムでホーム6連勝となっています。佐々木朗希今シーズン、まずはこの人、圧巻のナイスピッチング、ナンバー17ロッキー佐々木。続いてはこの人、貴重な先制点を挙げてくれたナンバー16